皆さん、こんにちは。全日本18歳以下女子シングルスの年間ランキングで3位を記録して以降、国内トップ選手の一人として活躍してきた土井美咲選手。今回はそんな土井選手の輝かしい経歴と現役引退の理由、そして彼氏や結婚の有無について調べてみました。まずは土井選手の経歴から見ていきましょう。生年月日、1991年4月29日、出身地千葉県大網白里市、身長159センチ、体重55キロ、血液型 AB 型、出身校駿台公営高等学校、所属ミキハウスとなっています。土井選手はテニスをしていた両親の影響で6歳の時にテニスを始めています。週1、2回アポロコースとテニスクラブに通うようになります。小学校中学年頃になると試合の楽しさも分かり、テニスがますます楽しいと感じたそうです。中学校入学後は練習回数が週6回に増え、2005年に出場した全国選抜ジュニア14歳以下シングルスで初めて優勝を経験しました。また2004年と2006年の全国中学生テニス選手権大会でベスト4に進出、 ITF ジュニアサーキットの転戦も開始します。高校はテニスを第一に考え、通信制のある駿台公営高等学校へ進学。2007年にはジャパンオープンジュニアのシングルスで準優勝を果たします。ジュニア時代は特に奈良くるみ選手と組んだダブルスで好成績を残し、2007年のウィンブルドンジュニアで準優勝、2007年の全米オープンと2008年ウィンブルドンジュニアではベスト4入りを果たしています。また2008年の全豪オープンジュニアではエレナ・ボグダン選手と組み準優勝を果たしています。2008年からは本格的にシニアの ITF サーキット大会にも出場するようになって、7月の宮崎国際女子チャレンジャーでは優勝を飾りました。そして2008年12月、17歳8ヶ月でプロ転向を果たします。そして転向後は1年目は国内サーキット大会をメインに転戦、シングルスで優勝2回、準優勝2回、ダブルスで準優勝1回の好成績を収めます。10月にはジャパン女子オープンのシングルスで WTA ツアー予選に初挑戦するも予選2回戦で敗退。11月の全日本テニス選手権シングルスではベスト8進出を果たしました。これらの活躍により世界ランキングは613位から199位まで急上昇し、プロ1年目で国内トップ10選手の仲間入りを果たしました。この年の成績は次のようになります。3月 ITF1 万ドル甲府優勝、7月 ITF1 万ドル昭和の森優勝。プロ2年目からは本格的に国外の大会にも参戦し、全豪オープンではグランドスラムの予選に初挑戦。その後はサーキット大会を転戦し、シングルスで準優勝1回、ダブルスでは3週連続準優勝のほか、5月の福岡国際では優勝を飾りました。全仏オープンでは予選を勝ち上がり、自身初の四大大会本戦 WTA ツアーでの本戦初出場を決めました。2010年の成績はこんな感じ。5月全仏オープン1回戦、11月全日本テニス選手権優勝、 ITF7 万5000ドルダンロップワールドチャレンジ優勝、2011年のウィンブルドンでは2度目のグランドスラムの予選を突破し、四大大会本戦で初勝利を収めました。他にもグランドスラムでは初となる3回戦進出を記録しました。7月には出身地である大網白里町から特別顕彰の授与が決まります。2011年の成績はこんな感じ。6月ウィンブルドンベスト32、8月全米オープン1回戦、10月 HP ジャパン女子オープンベスト16、2012年のエイゴンクラシックでは2回戦で第1シードに勝利、 WTA ツアー初のベスト8進出を果たします。また10月の HP ジャパン女子オープンでは WTA ツアー初のベスト4進出を記録しました。6月ウィンブルドン1回戦、エイゴンクラシックベスト8、
10月 HP ジャパン女子オープンベスト4、2013年の全豪オープンではペトラ・マルティッチ選手を下し初の初戦突破を果たしたものの、2回戦で第2シードのマリア・シャラポワ選手に0対6で敗れました。1月全豪オープン2回戦、5月ストラスブール国際ベスト8、5月全仏オープン1回戦、6月ウィンブルドン1回戦、8月全米オープン1回戦、10月 HP ジャパン女子オープンベスト8、2014年7月にトルコで開催されたイスタンブールカップではエリナス・ビトリナ選手と組んだダブルスで WTA ツアー初優勝を遂げました。1月全豪オープン1回戦、4月 ITF5 万ドルソウル優勝、5月全仏オープン1回戦、6月ウィンブルドン2回戦、8月全米オープン1回戦、2015年は WTA ツアーを中心に転戦、全米オープンでは自身初の2回戦進出を果たします。10月のルクセンブルクオープンでは次々とシード選手を倒し決勝に進出、決勝ではモナ・バルテル選手をフルセットの末に破り WTA ツアーのシングルスで初優勝を飾りました。1月 ITF5 万ドル香港優勝、2月パタヤオープンベスト8、5月ニュルンベルガーカップベスト8、5月全仏オープン2回戦、6月ウィンブルドン1回戦、8月全米オープン2回戦、10月ルクセンブルクオープン優勝、2016年3月のチャレンジャー大会であるサン・アントニオオープンでは優勝、また5月の BNL イタリア国際ではベスト8を記録し世界ランキングを38位に更新しました。ウィンブルドンでは2回戦で第15シードを破り、続く3回戦も勝利し自身初の4回戦進出を果たします。全米オープンは第30シードで出場、自身初となる4大大会でのシードを獲得しました。1月全豪オープン1回戦、2月台湾オープン準優勝、3月サン・アントニオオープン優勝、5月 BNL イタリア国際ベスト8、全仏オープン1回戦、6月ウィンブルドンベスト16、7月バンクオブザウエストクラシックベスト8、8月リオデジャネイロオリンピック2回戦、全米オープン1回戦。2017年について、昨年シーズンは世界トップ30入りも果たしましたが、その頃から負けたくないという気持ちが強くなり、自身の持ち味である向かっていくテニスができなくなりました。そして9月のジャパンウィメンズオープンでの初戦敗退をきっかけに休養を申し出ます。その間3週間ラケットを握らず2ヶ月ほどツアーを離れることに。しかし復帰後も審議体が噛み合わず勝利から遠ざかる日々が続きました。1月全豪オープン1回戦、台湾オープンベスト8、5月ニュルンベルガーカップベスト4、全仏オープン1回戦、7月ウィンブルドン1回戦、8月全米オープン1回戦、2018年6月の世界ランキングでは自己最低となる328位を記録します。徐々に精神が安定し本来のプレーを取り戻してきました。8月の ITF10 万ドル大会では予選から出場しての優勝となりました。6月 ITF2 万5000ドル甲府優勝、8月 ITF10 万ドルバンクーバー優勝、2019年の全豪オープンでは2年ぶりの本戦出場を果たします。7月のスウェーデンオープンではシングルス、ダブルスともに優勝、そして9月の花キューピッドオープンではシングルスで準優勝、ダブルスで優勝を決めました。1月全豪オープン1回戦、5月全仏オープン1回戦、7月スウェーデンオープン優勝、8月全米オープン1回戦、9月花キューピッドオープン準優勝、東レパンパシフィックオープンベスト8、2020年の全米オープンの1回戦では第4シードの大坂なおみ選手と対戦、グランドスラムでの日本人女子選手同士の対決はこれまでに20回で、全米オープンでは26年ぶりとなる日本人対決となりました。1月全豪オープン1回戦、3月インディアンウェルズチャレンジャー準優勝、8月全米オープン1回戦、9月全仏オープン1回戦、2021年には2度目のオリンピック出場となった東京オリンピック、シングルス2回戦で
第9シードのベリンダ・ベンチッチ選手に敗れました。1月全豪オープン1回戦、5月全仏オープン1回戦、6月ウィンブルドン1回戦、7月東京オリンピック2回戦、8月全米オープン2回戦、10月 ITF 8万ドルタイラー優勝。2022年には2015年からツアーコーチを務めていたクリスチャン・ザハルカさんと7月に決別します。今まで WTA ツアーを主戦場にしてきた土井選手、ポイントを稼ぐために11月には ITF 6万ドル大会である安藤証券オープンにも出場しました。1月アデレード国際1ベスト4、全豪オープン1回戦、5月全仏オープン1回戦、6月ウィンブルドン1回戦、そして2023年1月の全豪オープンは予選2回戦で負傷のため棄権、約7週間ぶりの復帰戦となった ITF ツアーの PBI CSEITF25K オープンではシングルスで準優勝しています。ちなみに土井選手はこれまでに WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルス2勝のツアー通算3勝を挙げています。続いて土井選手の年収について見てみましょう。まずは土井選手の獲得賞金から。19歳、韓国サーキット、メキシコサーキットなど約743万円、20歳、ウィンブルドン3回戦進出約1286万円、21歳、ジャパン女子オープンテニス約1091万円、22歳、全豪オープン2回戦進出約743万円、28歳、スウェーデンオープン2冠約1110万円。賞金だけで見てもすごいですよね。なんと2019年9月までに獲得した賞金総額は2,651,932ドル、日本円では約2億8,000万円ほどでした。30歳の誕生日を迎えるまでに女性でこれだけの賞金を獲得するとは。この獲得賞金に加えてスポンサーからの収入もありますので、もっと収入があるようです。もちろん彼女が常に順風満帆であったわけではありません。人から注目されるのが苦手でおとなしい性格だったためか、注目されすぎて一時はスランプに陥り抜け出せない辛い時期もあったそうです。ちなみに土井選手の過去最高ランキングは25歳の2016年10月時点のシングルスで30位でした。2018年には320位台までランクを落としてしばらく低迷してしまいました。このランキングだと実際賞金額もあまり高くありませんし、遠征のための交通費もかかるため彼女にとっては非常に辛い時期でもありました。地獄のスランプから抜け出すきっかけとなったのが、海外の練習コートで偶然声をかけてきた10代の少女と打ち合ったことでした。少女の競技に前向きの気持ちに触れたことでその後の復調につながりました。去年の全米オープンでは日本人対決となった大坂なおみ選手から1セットを奪う奮闘を見せました。そんなこんなで一時的に不調だった時期があったものの、これまで輝かしい成績を残してきた土井選手、彼女は2023年8月に現役引退を表明しました。都内で会見を開き、テニスは自分にとってかけがえのない存在などと話し、15年間のプロ生活を振り返りました。彼女が引退を決意した理由は腰の怪我とのこと。体のケアやトレーニング、サーブのフォームの改善などいろいろな解決法を試みたが、高いレベルでのプレーが難しい状態になったと会見で話しました。そして2008年からおよそ15年間に及んだプロ生活について、自分の信じた道を崩さずにやろうと常に思っていた、引退がよぎったこともあったが、そこから踏ん張ってツアーで戦えるようになるまで諦めなかったことは誇らしい、まだまだテニスが好きで自分の人生にはかけがえのない存在だと清々しい表情で振り返っていました。また会見には去年現役を引退した奈良くるみさんが花束を持ってサプライズで登場。世界を舞台に共に戦った彼女にねぎらいの言葉をかけていました。そして2023年9月26日、
現役最後となる有明テニスの森公園で開催されたトーレパンパシフィックオープン第2日、土井選手は今日で最後になるかもしれないと望んだそうです。そして1回戦でペトラ・マルティッチ選手を7対5、6対2で破り2回戦進出を決め、観客の声援に涙ぐみながら応えてくれました。同月28日の第4日、世界ランキング6位のマリア・サッカリ選手に3対6、1対6で敗れ現役最後の試合を終えました。そんな輝かしい経歴の持ち主である土井選手ですが、彼氏や結婚の有無はどうでしょうか。結論から言うと、現段階では結婚はおろか彼氏もいないことが分かりました。なので当然子供もいらっしゃいませんね。また現役時代の土井選手は1年のうち8ヶ月は海外遠征しています。そのため仮に彼氏がいてもあまりゆっくり過ごす時間も少ないと思われますし、日本と海外だと彼氏を作ること自体も難しいかもしれません。そして土井選手自身、とても真面目な性格で地道な日々のトレーニングや食事管理も徹底しており、決して手抜きはしないようです。オリンピック日本代表の選手になるぐらいですから大変な努力家ですよね。そして少し人見知りな性格ということもあり、あまり恋愛については積極的ではないのでしょうね。今後の土井選手の活躍と未来の旦那について期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。